よやめて離れて離れて。なんで不法な命令やめてください。はい。不法な命令やめてください。あ、取んないでください。周りの人つっちゃって。周りの人するという理由で法定期止めさせる根拠ならない。はい。周りの人するという理由で法定期止めさせる根拠になるんですが。周りの人つっちゃうから。周りの人するという理由で法定期止めさせる根拠になるんですが。お答えください。やめてください。答えください。やめない。失敗した。いじめしようと思ってたら権利があっても権利の行使をしないのであれば権利があっても権利がないのと同じである。今歌を歌ってる人をなんとかやられるかもしれない。この今年最後の日なのに、なんでもう少し、え、歌を歌ったらいいんじゃないですか、おまわりさん。え、おまわりさん。え、これ悪いことやないよ。これ平和のため、のために歌でございます。おまわりさん。おまわりさん。これ平和のため歌でしょ。平和のための歌です。あるでしょ。 Yes, yes. なんでこんなことされるのね。これおかしいでしょ。本当ですよね。おまわりさん、これ本当に話しよう。ね、もう少しあと30分歌って言えばいいんでしょ。ニーナナチョネル。ニーナナチョネル。いや、ニーナナチョネル。でも言ってよ、まあ、周りさんなんとか言ってよ、日本人でしょ。日本人だ。だからあなたは当たり前なんとか言うでしょ。あと30分ちょっと歌っていいじゃない。いや、本当ね。これおかしいね。もう身分証明書前定義求められた。これ本当におかしい。日本おかしいじゃないですか、周りさん。ね、今ウクライナ戦争もありますしね、今年年末前悪いニュースを見てください。悪いニュースばっかりですよ。この人ここを静かに歌、みんなのために歌を歌ってるんですよ。もう少し考えてやってほしい、本当に、はい、おまわりさん。なんか言っていいよ、大きな声出していいよ。これおかしい、本当におかしいね。厳しいんです日本は。おかしい、これ厳しいやなくておかしいですよ。厳しいは意味しよう。 ありがとう、ごめん、これ日程間違ってんだ。日程間違ってんだよ、これあの名刺、チラシなんですけど、あの私のSNS が。ああ、また後で見てみますよ。あ、ありがとうございます。こっちの方がいいや。ありがとうございます。すいません。よかったら。素晴らしい。ありがとうございました。すいません。声も綺麗ですし。ありがとうございます。本当に大変残念ね。今年は年末前、めちゃ悪いニュースばっかりなのにね、この人、ゆっくりここで、ね、綺麗な歌を歌ってたら、おまわりさんがね、暇で、ね、この、国民の静けさに、妨害ですよ、これが。でしょ？これ本当にありえないですよ。もう少し30分だけ歌えればいいんじゃないですか、周りさん。30分だけですよ。あと30分あげてください。通報入っちゃったので来ました、私たち。これは関係ないですよ。すぐ、いや、その人持っててください。その人は、その人は誰ですか？その人誰ですか？もしかしたらいたずらかもしれない。あるでしょ？
国家権力は絶対的に強くなければならない。ただし、国民の自由及び権利に対しては相対的に小さくすべきだ。